ツイッターでバチャブタが加藤にして大量殺人してそうな名前って言ってた。<laughs> <laughs> ざけんなお前、UFO 学者の加藤潤一ゃ謝れよ。あの、なんなら僕、命救う仕事してたんですけど、誰よりも命のたっとさ。<laughs> 他の VTuber が H クッション発言として人間はタンパク質じゃんとかわけないけらな。<laughs> <laughs> もっとこの問題でかくしてぐちゃぐちゃになろうぜ。<laughs> もっとこの問題さ、でかく、でかくしてさ、あの、炎上させてさ、あの、僕に、いくら火の子が降りかかっても、あの、僕、なんとかするんで、ちょっとやっぱ、病んでるんだろうね。<laughs> 乗りよ相談、俺が。それ言ったやつは視聴者からの貢ぎ、貢ぎ物売って彼氏に密いでたやつざけんなてめえこの野郎 どっかで白黒はっきりつけよう。俺なんか加藤十一 VS 二次三次やろうぜ、今度。ポケモンでいいわ。お前ら三十人抜きしてやるよ。なんかお前らなんか50人くらいでポケモンやってただろう。俺一人対お前ら50人でかかってこいよ。俺が全抜きしてやるよ。俺のバンギラスで。<laughs> そいつ二次三次じゃない。<laughs> そうだな。加藤十一軍にはペリカンとグラちゃんもいれよ。無理やりさ。仲間にして、めちゃくちゃにしてやろう。あいつらの動画いつも荒れてるから。 <laughs> これ以上ディスったら書類袖。いや、俺、なんか、みんな勘違いしてると思うんだけど、すごい卑怯な、僕卑怯な男なんで、こういう名詞出して誰かディスったことないんですよ。なんかだから、俺の発言に、なんか噛みついてくる奴は心当たりがあるんだろ。楽になれよ、バカ、お前、本当に。お前らの矛盾感じてんだろ。なんで私こんな絵動かしながら喋ってんだろうって、冷静なんだよ。夢売っとけよ、お前。ディズニーランドのディズニーみたいに。 と誰の名前出したことないじゃん。俺、褒めてる時は、シロちゃん。名前覚えてきたわ。今日ググって。シロちゃんと、し、あの、静か姫。静か、静か姫と、あの、月のうさぎちゃん、褒めてるじゃん。うん、お前が昨日キャスで触れたせいで、今日チーメロでィ大臣ぐちゃぐちゃされた。<laughs> いや、でもそれを、知らねえし、俺だってその人のこと知らないからさ、ほんとに。で、チーメロディは知ってるけど、チーメロディが、なんかその、 バーチャル YouTuber なってると知らないからさ。今、いや、俺別にね、ほん、ほんにあっ、いや、これ言っちゃうとなんか、あれだけど、別に、こっちは別にそんななんか、チャプチャププロレスみたいな気持ちで楽しんでんのに、なんかそんな中途半端にやれんだったら、そんな言うなよと思っちゃった。なんか、面白そうな、おなんか、ちょっと今日にぎや、お鳥の道やってんねみたいな感じでさ、ノレーもぴゃって見ただけなのにさ。 鳥の位置覗いた感覚なのに。いや、だから俺、廃れて欲しくないわけよ。N 国党と NHK の関係性で一緒でさ、N 国党って NHK 潰れちゃったらもう本当死にゆく侍じゃん。こういうライバル関係俺は大歓迎だから、なんならもっともっと人気者出てきて、なんか、切磋琢磨していきましょうって本気で思って、これ昔から言ってるからね。